はい、始まりました。石門ジャップラジオ。サッカー部出身の J リーグ大好き人間石門ジャップと、野球部出身のサッカーよりも野球派の歩く人間パワースポットこと玉吉さんの2人で、サッカーや J リーグに関する気になる最新の話題をぼやいていく石門ジャップラジオ。話が多々脱線することもありますが、最後までご視聴していただけると嬉しく思います。ということで玉吉さん、本日もよろしくお願いします。早速なんですけど、はい、あのサッカーの、はい、オーバーエイジ枠について、はい、今日はちょっと話したいなっていう。オリンピックに向けて話が早いですね。まあ前回の前田大然選手じゃないけど、はい、そこはちょっと確認いるんちゃうかっていう、はいはい、オーバーエイジは気になりますよね。そう3枠あるんで、まあ、誰が選ばれるのか。実際その、はい、使わへんもあり。そうですオーバーエイジは使わへんもあります。それもかつて本田選手とか香川選手の2008年、はいはいはい、北京オリンピックの時、まあ、これ当然予選敗退したんですけど、3戦全敗で、はいはい、その時オーバーエイジ使ってないです。使ってなくてさ、3戦全敗したら、はい、いやいや何やってんねんってなるよ、はい、もうそれからそれ以外はほぼほぼ使ってますね、はいはいはい、オリンピックの世代も。なんで今年正直いらないんじゃないかなって言われてるぐらい選手はレベル高いんです。ああ、そうなんや。それは正直毎年言われると思うんですよ、はいはいはい、なんだかんだ。なるほどね。で今年はその24歳まで引き上げになってるんで、年齢が本来は23歳までなんですけど、はいはいはい、まあ、コロナの関係で延期したんで、まあ、そこが久保建英選手に三笘選手ね、はい、もう絶対に入ってくるんで、そこに誰を入れるかっていう問題。噛み合わせもあるもんね。そうですね。このメンバーの今なんか言われてる選手います。こいつら入るんちゃうかみたいな。もうほぼ2人は確定してると思われる選手がある。それは誰の？吉田麻也選手と、はいはい、大迫選手。大迫、はい、オーバーエイジとしてはまあ確かに納得はできそうなメンツです、ね、言ったらその A 代表、 A 代表やもんな、はい、言ったら前と後ろ、はい、両方やな。 A 代表の本当中心選手。そうやな。でもまあそのいつまでもさ、はい、その吉田に結構何歳？吉田って34ぐらいはやってるんですよ。しかも彼2012年オーバーエイジとして出てるんですよ。あ、出てるや1回、はい。でもさ、日本のさ、将来的なそのディフェンスを強化する、いつまでも吉田が出れへんやんか、はい、で A 代表のことを考えたら、はい、あえて吉田を使わへん方がいいんちゃうかって気もせえへん。まあそうですね、まあ、吉田選手を下を育てるわけじゃないけど、まあ、吉田選手を呼ばないっていう点になりますね。もうそれやったらもう18人しかメンバーいないんで、吉田選手を呼んだらもうさすがに出場することにはなりそうなんですよ。なるほどね。オーバーエイジって呼んで、ベンチでしたはなかなか、はいはいはい、はい。しかも吉田選手ほどの、もう、そうやな。はい、日本ナンバーワン、ナンバーツーぐらいのレベルの選手を、しかも海外で、はい、実績出してキャプテンなんで。で、まあ、冨安選手。はい、はい。多分この2枚看板はもう硬いです。ああ、もう、はい、そこは行く。吉田選手から冨安選手へバトンタッチじゃないですけど、本当にそんな、はいはいはい。系譜はいい感じで、じゃあ世代交代そこは出てます、はいはい、正直吉田選手の次は次冨安選手って、もうこれは 95% のサッカーファンの方は思ってる方だ、はいはいはい、でもなんか今くすぶってるやつがそこに穴開けては来てほしいよな、はい、そうですね。なんかその実はこうダークホースで上がってくるみたいな、まあ、そういう選手からするとオーバーエイジたまらないですよね、はいはい、で もうその残りの一枠は、はいはい、実際誰？これはまだ誰かっていうのは出てないんですけど、うん、呼ぶんだったらこの選手だろうっていうのがやっぱボランチに、はい、まあ、遠藤航選手。ああ、遠藤って出てるよな A 代表。違う、もうがっつり出てます。 A 代表がっつり出て、ドイツでは対人の能力、はいはいはい、ナンバーワンです。ドイツで一番のデュエルの選手なんで、この選手を呼ぶんじゃないか。もしくは柴崎選手。ああ、柴崎か。はい、柴崎岳。なるほどね。これを呼ぶんじゃないかって言われてます、どっちか。そうか。いや、なんかさ、ちょっとニュースで見たんやけど、はい、ケイスケホンダ、はい、ケイスケホンダ、ケイスケホンダをなんか呼んでほしい、はい、まだそういう声が上がるのもね、ホンダ選手なら。そう、もうなんか精神的支柱としてじゃないけど、はい、はい、まあ、なんかキングカズ秋田ぐらいも呼んでほしい。それはもう絶対ないです。
本田圭佑ぐらいならありえそうって言いたいところなんですけど、ちょっと難しい。はい。今、アゼルバイジャンにいるんですよ。はいはい、はい。ヨーロッパのかなり、もう J リーグよりレベルは明らかに低い、そういうリーグで戦っている選手なので、そこで大活躍したとしても、かつ大活躍してもあんまりアゼルバイジャンでの活躍は入ってこないと思います。ああ、なるほどね。はい。いやじゃあまあ、圭佑本田がオリンピック出たいみたいなこと言うてたやん。もう、出たいっていう意思はもうめちゃめちゃ、そのために移籍何回も繰り返してるんで。やん。ブラジル行ったり、メキシコ行ったり、ポルトガル行ったり。はいはい。そのオリンピックのためにポルトガル移籍したんですけど、でもちょっと破綻になったんですよ。うん、ああ、そうなんや。なんか契約のまあ詳細が多分うまく折り合わず。で、アゼルバイジャンです。たどり着いたのが。まあだから出れるとこできっちり自分の成果を出すみたいなことか。そうですね。そうか。その、なんていうの ?3 人目は誰がいいとかっていう意見も結構分かれたりするのかな。結構一択できなかった。個人的には、鎌田大地選手も見たいなと。まあ、南野選手もしっかり、ね、そこのポジション。ただ、やっぱり久保建英選手に三笘選手と、この存在がいるので。でかすぎる。はい。ちょっと呼ぶのもどうかな。確かに、遠藤航選手、この、は、ポジションもいろんなポジションできるんですよ、この選手。ポリバレント能力が高いっていう意味では、人数が18人しかいないんで、他のポジションで怪我出た時、センターバックもできるんで、遠藤選手。ここあたり呼ぶんじゃないかなっていうのは、個人的には思いますね。その、でもさ、オーバーエイジ枠っていうのがさ、はい。まあ、基本野球とかにはそんなのないねんか。はい。その、何歳でも出れるから。そうですね。その、サッカーでそれあるやん。はい。出なくなる。出ないしさ、はい。じゃあ例えばさ、メッシー、あいつアルゼンチンやったっけ？はい、そうです。メッシー呼ぶとかもできるってことやん。アルゼンチン。できます、できます。いやいや、もう、反則やん。はい。それで、やっぱ成果が出てるチームもあるんですよ。前回のオリンピックでは、はいはい、ネイマールが。あ、出てきた。ブラジルなんで、オリンピックブラジルだったと思うんですよ。はいはいはい、もうネイマールが出てきて優勝。で、また時は遡ると、2000年の確かシドニーオリンピック。はいはい。エムボマ。ああ。カメルーン。カメルーン代表。はいはい。ガンとかなんかにもおらんかった。そうです、そうです。おったよな。はい、絶頂期に、はい。まあ、二人とも当然絶頂期の時に、オーバーエイジとして出て、結果も出してますし、また日本代表も2012年、ロンドン、オリンピックの時はベスト4行ってるんですよ。はい、はい、ああ、そうなんや。はい。その時、吉田麻也選手が。ああ。年齢も確か吉田麻也選手23歳から24歳で、まあ割と年齢かなり近いんですけども、はいはい、オーバーエイジとして。一応オーバーエイジになってたんや。はい。そうか。いやー、まあだから、その、制度の難しいところよな。そうですね。使いすぎて、なんかそいつのせいで勝ったって言われるのも、はいはいはい。微妙やし、かといって刀なんもないし、っていうな。はい。はい、あ、難しいところですけど、もう大前選手選んでしまったらあそこ応援枠4枠使ってるぞみたいな、なる可能性あるからな。ちなみに大前選手はオーバーエイジ枠に含まれないです。含まれない、はい、含まれないか。彼は24歳以下なので、もう見た目が完全にな応援枠入ってる。完全オーバーしますもんね、あれは。ちょっとでも、楽しみやな。結構さ、はい、このチャンネルの人も詳しいから、はい、なんかコメント欄に、はい、いや、私はこの選手、選びたいとかも書いてほしいけど、ね。いや、そうですね。いや、俺、自分一応全部、コメント見るようにしてんねん。はい。あの、ラジオの方は。はいはいはい。結構みんな、なんか楽しみにしてました。はい、なんか、はい、嬉しいよな。はい。いや、嬉しいです。なんかあの、亀田製菓に脱線しすぎみたいな。今回は亀田製菓の話は入る余地なしということで。そうそうそう。まあ、誰が、あの、残りの一枠、もう吉田麻也選手と大迫選手は、まあ、ほぼほぼ確定ということで。いや、それ、答え合わせできるんじゃん。いつ発表なん？まだわかんないですけど、まあ、オリンピック、まあ、直前になったら、まあ、8月ぐらいだったと思うんです、はい、オリンピックって、うんうん、まあ、7月ぐらいにはさすがに発表するんじゃないかなと。ああ、じゃあ答え合わせできるな。もう言うたら、その、はい、何正しかったのかどうか、はい、2、3ヶ月後に吉田麻也選手、うん、大迫選手で、個人的には多分誰も呼ばないんじゃないかなと思ってます。それ予想いく、はい、予想も僕は言っちゃいます。まあ、前線の選手、当然日本代表、南野選手に、鎌田選手に、伊藤選手と、まあ、当然呼びたいアタッカーの選手いっぱいいますけど、はいはいはい、ここは三笘選手と久保選手の、まあ、可能性にかけてみてもいいんじゃないかなと。いや、でもさ、その変な話、4度間かったら、はい、その辺が万が一怪我あるってことはないの？
あ、怪我した場合。うん、後で呼ぶってなんのちょっと。はい。なあ、まあでも読んで使わへんのも失礼か。まあその他、相馬選手という名古屋の、まあ、なんか聞いたことある、ね、快速のアタッカー、ちょっとぽっちゃりしてる体なんですけど、バリバリ走ります。あ、そうなんや。はい、その選手もいるんで、まあ三笘選手、久保選手以外にも他にもアタッカーの選手っていっぱいいて、個人的に、その24歳以下の選手で候補選べって言われたら、うんうん、もう60人ぐらい僕思い浮かぶんですよ。ああ、ほんならまあ、はい、別に一人が怪我しても。はい。足りるぞじゃないけど、補える選手は全然いるんで、はいはいはい、まあ大迫選手も、まあここはだけキープ力はもう日本でナンバーワンのところはあるんで、最近海外では全然出場できてないですけど、うんうん、日本代表ではハットトリック取ってますから、取ってるな、まあ、相手が相手なので、相手が相手、はい、そこ参考にするのもどうかなとは思うんですけど、まあでも楽しみやね、答えこれ絶対出るから、はい、もう吉田選手と大迫選手もこの2人だけかなと個人的には思ってますので、まあ、ぜひ、このラジオを聞いていただいている皆さんも予想のコメントを書き込んでいただけると嬉しく思います。ということで、以上で終わっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。